フランダースの犬、チョ・マリー・ルイズ・ド・ラ・ラメ役・荒木幸二郎、朗読・堀口道夫。ネロとパトラッシュはこの世で二人きりでした。彼らは実の兄弟よりも仲の良い大の親友でした。ネロはアルデンネ生まれの少年でした。パトラッシュは、 大きなフランダース犬でした。どちらも歳は一緒でした。けれどもネロはまだ若く、パトラッシュはもう年寄りでした。彼らは生きている間、ほとんど一緒に暮らしていました。どちらも両親を亡くし、非常に貧しく、同じ人の手で養われていました。二人には初めて出会った時から、 共感という絆が存在しましまた。そして、その共感の絆は日を追うごとに強まり、彼らが成長するにつれて、しっかりと成長し、切り離すことができなくなりました。そして、ついにはお互い同士、深く愛し合うようになったのでした。彼らの家は、小さな村の外れにある小さな小屋でした。 村はフランダース地方にあり、アントワープから5キロばかり離れていました。村は広々とした牧草地とトウモロコシ畑に挟まれた平野にありました。平野を横切る運河のほとりには、ポプラとハンノキの長い並木がそよ風に吹かれてたなびいていました。村にはおよそ20軒ばかりの家と農家がありました。 その家々は雨戸は明るい緑か空色で、屋根はバラ色か白と黒の真鱈で、壁は日差しに照らされると雪と見曲がうほどに真っ白でした。村の中心には風車小屋がありました。その小屋は少し苔の生えた斜面に立っていました。風車小屋はあたり一帯の平野からは、 良いい目印になっていましたかつてて風車小屋はほもも何もかも真っ赤に塗られていましたししかしそれはまだ風車小屋ができた頃の話でもう半世紀以上も前のことでした当時はこの小屋はナポレオン将軍の兵士のために小麦を引いていたのでした今や風車小屋は赤茶色でした 長年の風や日差しで色あせてしまったのです風車は時々奇妙な具合に動きましたそれはまるで年取って痛風や関節炎になったかのようでしたけれども近隣一帯の人たちは皆この風車小屋で小麦を引いていましたきっとよそに小麦を持っていくことは 村の小さな灰色の教会で行われるミサに参列せずよその教会のミサに参列するのと同じくらい不信心なことであると村人たちは考えていたに違いありませんその教会は丸い尖った銭湯があって風車小屋の反対側に立っていました教会の一つしかない鐘がこの風車一体の鐘に共通した奇妙に沈んだ 虚ろな悲しい響きを響かせながら朝昼晩に鳴らされましたネロとパトラッシュはほとんどの生涯を時を告げる物悲しい鐘の音が聞こえる場所で一緒に暮らしていました2人が住んだ村のはずれの小屋の北側にはアントワープの大聖堂の先頭がそびえ小屋との間にはどこまでも続く緑の草原とトウモロコシ畑とが まるで道引きすることのない海のように広がっていました。そこはとても年を取った貧しい老人の小屋でした。ジェハンダースは若い頃は兵士でした。ジェハン爺さんは牛が畑のあぜを掘り返すように国土を踏みにじった戦争のことを覚えていました。老人は兵士として祖国に奉仕しましたが、 奉仕で得たものは老人をびっこにした傷だけでした。年老いたジャハン爺さんが80歳になった時、娘がアルデンヌ地方のスタブロ近くで亡くなり、見に2歳になる孫が残されました。ジャハン爺さんは自分一人で食べていくことすらままならない状態でした。けれども、ジャハン爺さんは愚痴一つこぼさずに、 その重荷を引き受けましたそして孫はすぐにジェハン爺さんにとって歓迎すべきかけがえのない存在になりました小さなネロはジェハン爺さんと一緒に成長しましたネロの本当の名前はニコラスでネロはニックネームでした老人と子供は貧しい小さな小屋で満ち足りた日々を過ごしていました その小屋は実際とても粗末で小さく泥でできていましたけれどもきちんと整頓され貝殻のように真っ白で豆とハーブとカボチャが植えられた小さな菜園がありました二人は本当にひどく貧しかったのでした全く食べるものがない日もたくさんありました満腹するまで食べる機会など決してありませんでした 満腹するまで食べられるだけで、天にも昇るような心地になったことでしょう。けれども、老人は非常に穏やかで、少年に優しくしました。そして少年は可愛く、純真で、正直で、優しい性格の子でした。彼らはパンのかけらと数枚のキャベツの葉っぱだけで幸せでした。そして、 天にかけても地にかけてもそれ以上のものを求めませんでした。パトラッシュがいつも一緒にいてくれることを除いて、パトラッシュなしでどこに安住できるのでしょうか。というのは二人にとってパトラッシュはすべてのすべてでした。二人の宝庫であり、国蔵。二人の小金の蓄えであり、富の杖。 二人のパンの稼ぎ手であり、召使い。二人の唯一の友達であり、慰め。パトラッシュが死ぬか、二人から取り上げられてしまうと、二人とも倒れて死んでしまったに違いありません。パトラッシュは二人にとって胴体であり、頭であり、手足でした。パトラッシュは二人にとって人生であり、 魂でしたというのはジェハンダースは足が不自由な老人でネロはほんの子供に過ぎなかったからですそしてパトラッシュは彼らの飼い犬でしたフランダースの犬は茶色い色をし頭と手足は大きくまっすぐに立った狼のような耳をして足は曲がり 何世代にもわたる厳しい労働によって発達した筋肉を持っていました。パトラッシュはフランダース地方で何世紀にもわたって先祖代々酷使される種族の子孫でした。奴隷の中の奴隷であり、人々にこき使われる犬畜生であり、荷車を引くのに使われる獣でした。彼らは激しいでで筋肉を痛め道の敷石 心臓が破れて死んででいったのでしたのしパトラッシュの両親は東西フランダースやブラパントのあちこちの町の鋭い尖った敷石と長く日陰のないうんざりするような道を一生働き通したのでしたパトラッシュが両親から受け継いだものといえば同じような苦しみと重労働だけでしたパトラッシュは悪態を食べ オーダーで洗礼を受けました。なぜそれがいけないのでしょうここは文明国キリスト教国ですそしてパトラッシュは犬に過ぎませんパトラッシュは大人になる前に荷車と首輪の苦さを味わっていました生後13ヶ月も経たないうちにパトラッシュは北の果てから南の果てまで 青い海辺から緑の山の上まで、行商することをなりわいとしていた金物の行商人の持ち物になりました。パトラッシュはまだ小さかったので、